SC。 始まりました、頑張れ南葛 SC、 井上真でございます。そして南葛 SC 浅田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅田さん、さあ今日ですけれどもね、ついについについにという、はい、ね、嬉しいお知らせができると思います。いやー、やってくれました浅田さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なぜおめでとうなのかはね、今後ゆっくり、今日時間足んないんじゃないかな、2時間3時間ぐらい喋れちゃう感じですかね。、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。夏近くの夢一歩近づきましたということでね、今日もお送りして いきましょう。ちょっとコメントあります、はい、東京都社会人リーグから一部から、J リーグ参入を目指しております葛飾区のサッカーチーム、我らが南葛 SC を熱く熱く今日も応援していく、この頑張れ南葛 SC。 この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東のブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りします。今日も行きましょう。今週も頑張れ南葛 SC、せーの、キック、オフ。やったー。さあ、改めまして、ソフト工業の井上真でございます。そして中津市浅田です。よろしくお願いいたします。いや、スペシャルオールマイティスタッフこと中津市の浅田さんでございますけどもね、長年関わってこられて、まあ、中津市に名前が変わってからはこのチームは何年目ということになりましたっけ。このチームは7年目のシーズンになります。7年目のシーズンでございます、はい、京都リーグ3部からね、上がってまいりました。このシーズンは東京都リーグ1部3年目のシーズンということですが、この試合に勝てばついに悲願の関東リーグ2部昇格という週末を迎えましたが、準決勝決勝の結果、今日試合の結果教えてください。お願いします。はい、両試合とも勝つことができまして、昇格決定いたしました。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。そして昇格のみならず決勝も勝ちまして、はい、関東を制覇しました。都道府県リーグの頂点に立ったということですね。はい、関東やりました。優勝です。ありがとうございます。応援ありがとうございます。ありがとうございます。これも一重にサポーターの皆さんね、ラジオを聞いてくださる皆さん、隣の皆さん、応援してくださる各種の皆さん、そしてね、スタッフ選手の皆さん、もちろんこれは嬉しい結果、ありがとうございます。浅田さん、ありがとうございます。皆さんのご声援があっての、はい、本当この結果だと思ってますので、はい、大変な2020シーズンでしたけども、はい、1年間の本当にご尽力、ご協力に本当に感謝申し上げます、はい、ありがとうございます。まあ、この週末もそうですけど、前の前の週もね、もういろんなドラマがありました。1個落としたらまた1からやり直しの東京都1部リーグ、はい、やっと我々脱出することができたという、はい、その、まあ、綱渡りの部分を泣きにも知らず、もうワンミスで危なかったっていう場面もありました。しかし、ありましたね。そんなドラマも今日はね、はい、ゆっくり振り返っていきたいと思いますね、はい、今日はメールもたくさん来ていますので、後ほどありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。まずは主君のね、昇格させてくれました名将島岡監督のインタビューが届いております。聞いてください。いや、本当に1年間大変なシーズンでしたが、熱いメッセージなり熱い声援、グラウンドに来れない状況でも本当に様々な形で応援してくれているのが我々に届いてました。本当に心強かったです。ありがとうございました。で、重ねてですけど、昨日も言いましたが、本当におめでとうございます。我々だけでは成し得なかったこの優勝昇格ということは、本当に、皆さんのあっての優勝昇格だと思います。本当に心強かったです。ありがとうございました。皆さんと共にサッカーに向けた結果、この結果が勝ち取れたと思ってます。またこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。噛んでしまはい、ということで最後はね、噛んでしまったとおっしゃってましたけれども、はい、いや、これは島岡監督、浅田さん振り返って、はい、うん、この綱渡りのトーナメント、見事な采配で、そうですね、はい、優勝してくれたということですよね、はい、勝負強かったと思いますし、はい、リーグ戦含めてやっぱりチームとしてですね、うん、まあ、開幕戦引き分けて、はい、リーグ戦でいうと、まあ、第4戦に日大戦、 N ドット戦に負けて、そうですね、序盤はちょっと、はい、あーっていうね、大変な時期がありました。そうですね、はい、まあ、ただそこから、リーグ戦3連勝、はい、まあ、準決定戦入れると4連勝して、はい、この関東社会人に臨みましたけども、うん、
やっぱこう東京第一代表を東京を制覇するっていうことが本当に難しいことっていうのは私がつくづく身に、はい、分かってるんですけど、うんうんうん、まあそれもこう成し遂げてしまう、うん、やっぱこうワクワクするようなサッカーっていうおっしゃっておりますけども、はい、本当見てる方も南葛のサッカー面白いねと、うん、いやこれはもう十分上でできるよと皆さんがやっぱ口を揃えて、あ、そうですか、はい、言ってくださっておりますし、はい、うん、まあ、トーナメント戦でも本当にスコアこそ本当に、まあ、大差がついた試合もありましたので、はい、圧勝という中ですけども、やっぱりこうチームとしてはきちっとサッカーを自分たちでコントロールして、うん、そういうサッカーをこう1年間でこの短期間でコロナもあってグラウンド立てない時期もあった中で、はい、開幕が遅れた中でね、そうですね、はい、その中で本当によく作り上げてくれたなとつくづく思ってます、うん、はい、ということで悲願の昇格と相なりましたということで、はい、リスナーの皆さんからもね、メールがたくさんいただいておりますのでご紹介させてください。まずはね、我々の親父こと土井さんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんこんばんは。ついについについにやりました。優勝昇格と完全制覇おめでとうございます。本当にこの日を待ちかねていました。この土日は何度も祝杯で最高の週末を過ごさせていただきました。来季は待ちに待った関東リーグ、考えるだけでワクワクしますね。それでは放送頑張ってください、ヒックといただきました。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ヒックを僕が足しました今ドリームで、はい、皆さんで、まあ、グランドレベルではちょっとコロナの感染対策ということもあって、はい、無観客試合という形になり、皆さんの思いをこう弾幕を預かってですね、そうですね、みんなでその弾幕を掲げて、うん、戦わさせてもらいました。まあ、はい、それが本当に選手のみんなの力になったと思ってますし、はい、まあ、土井さんたちも金町のスポーツバーブレイブさんでテレビ観戦をしながらっていう形でしたけども、うん、本当にこの準決勝に関してはみんなの思いが積もった試合だったと思います、はい、でスコア的に言うと4対2ですけども、はい、延長戦になった時には、こう誰もがあーというふうな、こう、しちゃいます、その話もしちゃいます。あ、まだしないですか、ね、ま、おいおい丁寧に振り返っていきましょうか。あ、ね、はい、土井さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもやっぱりサポーターの皆さんがね、こういつもは通常のシーズンであれば声出し応援にも来ていただいて、はい、横断幕も作って貼っていただいて、そんな中ね、はい、いろんな工夫をしていただいて応援していただきました。インターネットの前で応援していただきました、はい、これに関しては本当にサポーターの皆さんからこう南葛 SC に対するこれも届いてるんですよ。毎回あの配信をしてもらって、はい、逆に日本全国津々浦々でライブで見れるようになったと、はい、そして映像もね後で楽しめるようになったりもして素晴らしかったというお声もいただいてますんでね、それはもう南葛のスタッフその他ね手伝っていただいた方にもね、はい、これをこのドラマをお届けできたという素晴らしかったんじゃないかなと僕個人的にも思っております、はい、そしてそのドラマに関してですけど、まあ、この週末、まあ、準決勝決勝ですよね。まずは注目が集まりました、はい、こちらね浦和の方で行われました関東社会人大会準決勝、相手は TIU 大学ですよね。そうですね、国際大学、はい、これの試合に勝てば悲願の勝ち抜け関東リーグ昇格、まあ、このあと決勝に行って、まあ、勝つんですけど、まあ、決勝のことは正直みんな考えてなかったんじゃないですか。そうですね、全く考えてないというか、まずはこの準決勝この大一番を勝つことのみを考えて、はいはい、あの1、2回戦終わった後の2週間の期間本当にこの日のためだけにこう、はい、いろんなことをやってきました。そうですね、土曜日準決勝、はい、決勝は日曜日だったということですが、その土曜日の決勝、運命の決勝戦、結果は先ほども申し上げました浅野さんお願いします。準決勝は4対2で勝つことができました。そうなんです、4対2で勝ちました、はい、これがね浅野さん2対0でリードしてたんですよね終盤まで。そうですね、前半のロスタイムに佐々木のゴールで、幸先よく先制して、はい、素晴らしい、さすがに、はい、まあ、後半53分に宮澤のゴールで追加点を重ねて、森尾選手今大会素晴らしかったですね、はいはい、まあ、今大会のみならず今シーズンを通じて、はい、ね、この佐々木と宮澤というところでかなり多くのゴールが生まれましたし、はいはい、チームを救う数々のプレーをしてくれたかなと思ってます、うんうん、はい、ですが 2-0 でこのまま勝ち抜けてね、はい、あの歓喜の瞬間を迎えるかと思われたその85分以降ですよ、はい、85分90分と立て続けに失点、もう終了間際それで延長戦になってしまうわけですよね、はい、負けたら終わりのこのトーナメント、ここまで勝ち抜いて、ここを勝ち抜けて、はい、あと1分2分守れば昇格が決まっていた、しかし追いつかれ延長戦にもつれ込んだ、この時は浅田さんどんな雰囲気だったんですかね。胃に穴が開いちゃうんじゃないかぐらいですね。
や本当ですね、我々もこの一昨年このねトーナメントで敗北した時のことを少し縁起でもないんですけども、うそうですね、なかったと言いますか、今年のチームは強い強いと信じながらも最後まで信じながらも、はい、そうですね、さっかこれ何が起こるか分かんない、そして優勢勝ちがないわけですから、はい、ここで負けてしまったら来年またドリーグ一部、うん、リーグ戦も0勝0敗から本当ですね。いや今考えてもそんな、いや今考えるとゾッとしますね、ゾッとしますけどね。しかしながらやってくれましたよ我々南葛選手ね、それから、はい、いやー本当サッカーは 2-0 からが一番怖いというようなことをよく言われますけども、このサッカーというのの怖さ、それを本当に痛感させられたこの終盤残り5分での2失点、はい、そうですね、はい、ただやっぱハーフタイムに、これも僕もちょっと後からコメント、延長戦に入る前の、はいはい、そうですね、延長戦に入る前の、はい、はい、ハーフタイムに、まあ、監督が選手にみんなに伝えたメッセージが、はい、まあ残り延長戦20分ありますんで、ああ そうそう、そこで何言ったか気になってるんですよ、はい、まだ20分このメンバーで一緒にサッカーができるじゃないかと、うわ何それ超いい話。だからまあサッカー追いつかれやがって何やってんだっていうじゃないですね、全くプラス20分一緒にできるねっていうので、はいはい、ピッチに送り出したというところが、そうだよ、まあ、だ負けたらこのチーム終わりだったわけですからね、今シーズン解散でないシーズンはまた違うメンバーでかもしれなかったわけですよ、そうですね、はいはい、そして迎えた3分後後半始まる93分、はいはい、加藤健人選手の左足ですか、加藤隼人ですね、加藤隼人選手のいやー右足の右のサイドバックで右利きの選手なんですけどね、はい、入り返して左足のシュート初めて見ましたね、ちょっとあの無理な体勢から強引にも見えるシュートでしたけども、うん、まあクロスボールなのかシュートなのか、はい、まあ本人はシュートもちろんシュートなんですけど、はい、あんなシーンなかなか見れないので加藤の、まあサッカーの本当に加藤がゴールを決めるかっていうんで、大喜びでしたみんな、そうでした93分、そして、はい、98分には川本明人選手の追加点で4対2、はい、になって、まあ、試合終了逃げ切り勝利、はい、見事決勝進出並びに関東リーグ悲願の昇格を決めたというところでしたけど、僕はね個人的にあの後で見返した時にね川本選手、はいはい、90分内でね決定的なゴールを一回外してるんですよね、そうですね、このまあ2本ぐらいあるんですよ実は、まあ佐々木隆太の、折り返しをゴール、ね、本当にもう目の前で無人のゴールだったんですけど、はい、バーの上を越えてしまって、そうでしたね、もうちょっと触れば、まあ、あのプレッシャーも分かるんですけど、まあ、僕が言いたいのはやはり本人だいぶ落ち込んでたと思うんですよね、決めてれば勝ってたっていう90分内 で、はい、 その責任感もフォワードとして追いながら最後に、うん、ダメ押し弾をね、それも難しいゴールだったと思います、はい、胸トラップからの美しい難しいでしょうね、あっちの方がとっても決めた後の雄たけびに全てがこもってたような気がしまして、あれはもう今思っても振り返ってもちょっとこうグッとくるようなシーンでしたし、あれを持ってもうほぼ決まり98分ですからね、そうですね、まあ、時間はちょっとありましたけど、はい、2点のリードは大きいな、まあまあまあ、はい、だし2点のリードの怖さももう知ってるわけですから、はい、10分前に思い知ってるわけですからね、そうですね、それからその後に行って勝利しましたということで、もうこの夜に我々の今シーズンのミッションはなったということでしょ、浅野さん。その通り。宴会でしょ、宴会、夜は。いや、次の決勝戦ですけど、次の決勝戦、大人たちは。いやいや、本当に宴会して大騒ぎしたいところですけど、まあ、選手も満身創痍で本当にこう、ね、戦ってくれましたので、はいはいはい、選手たちの体のケア含めて、はい、お酒一滴も飲むことなく、あで現地宿泊ですもんね皆さんね、はい、ホテルに宿泊させていただいて、この辺のサポート体制も今大会万全でございますからね、1回戦からそうですね、はい、クラブの方が手厚いサポートを手厚いあれをしていただいて、お金もかかりましたね、いやー予算は本当にとんでもない金額を吸い込みましたけどもだけに負けられなかった、負けてしまったら全てがっていうことですね、ですね、まあ、この一勝のために、はい、本当に選手もクラブもスタッフもみんないろんなものをかけてやりましたので、お伝えしたいのは週何回練習してきたんでしたっけ、社会人皆さん仕事しながら、平日は週5回の練習、週5回、はい、まあ、土日は公式戦の前は両方やってましたので、あ、そうそう、月曜日のオフ以外はほぼ全部ですね、はい、週6回ですね、いろんな名門社会人クラブありますけど、そんなに練習してるとかなかなかないわけですよね浅野さんね、まあそうですね、ただ
ね、我々もあの元 J という名前の選手がかなり多いですけども、 J リーグ出身の選手も増えました、はい、だからその中でやっぱりそのぐらいの練習を積んでるっていうのが自信にもなったと思いますし、まあ、ただその練習をやらさせていただいているのもやっぱりこうスポンサーの皆様からいただいている、ね、はい、大事なご資金、スポンサー費をいただいて活動をさせていただいてもらっておりますし、はい、葛飾区のグラウンドを使わさせていただいておりますので、うん、葛飾区の本当に皆さんのあの様々な方のご尽力ご協力があっての、はい、我々の活動だと思ってますので、そうですね、はい、その返すためにはこう勝利して昇格するということ の、 そのプレッシャーの中、ね、浅田さん、はい、皆さん選手の皆さん、スタッフの皆さん、よく頑張っていただきました。リスペクト、素晴らしい。これは生半端なプレッシャーではなかった。しかもこの白氷を踏むようなこの展開、はい、準決勝最後の最後にこんな、もう僕らも土井さんとこもメールしましたけども、心臓痛かったと。そうですね、本当にね。しかしこんな、まあこうやって勝った後、昇格させていただいた後にこういうお話ができるのも幸せなことだと思いますし、はいはいはい、やっぱりこう本当ハラハラドキドキの展開になってしまいましたけども、はい、そういった中でもやっぱこう勝負強くやっぱこう勝ち切れる力があったのもやっぱり皆さんのご声援のおかげだと本当に思ってますので、はい、まあ、来年は本当に関東リーグの舞台に上がることができましたけども、はい、まあ、葛飾区での開催も増えると思いますので、はい、皆さんにあの本当にあこんなサッカーがあるんだ、うんうん、南葛飾区すごいねと。しかも関東の強豪、ね、茨城だ、栃木だ、ね、はい、神奈川だの関東リーグ勢が来るわけですから、はい、そうですね、もう今度は本当に県と県の戦いというね、なんかこう、はい、気持ち乗せてもっと見ていただくこともできたりするんじゃないかなっていうところもあるので、はい、そうですね、上がった意義でございます。メールが届いております。入幸さん、はい、ありがとうございます。いやー、感無量でございます。こんなに嬉しいことはありません。念願のトリーグ卒業おめでとうございます。祝い、SNS で高橋先生、浅田さんの満面の笑顔を拝見して涙しましたよ。そして関東社会人サッカー大会優勝までおめでとうございます。いやー、もう痺れましたね。最後の締めくくり、感動と大興奮の週末をありがとうございました。すべてに感謝。新たなステージでまた夢を追いかけましょう。私たちはどこまでも応援し続けます。入幸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、入幸さん、実はこれね、あの決勝も終わってからのコメントなんでね、あれですけど、まあ決勝の話しちゃいましょう。浅田さん、ドラマは昇格だけではなかったと。決勝戦にもう一つ熱いドラマがついてきちゃったという話をね、もうこれあと5分でできるかな、浅田さん。できないんじゃないですかね、これね。あのちょっと僕の方が手短にね、滝口大輔選手、はい、決勝ゴールを決めて勝利しました。これで非常にドラマがありまして、はいはい、皆さんご存知かと思いますけど、滝口大輔選手はね、浅田さんが選手時代からも一緒にやってきた弟のような存在、はい、今、はい、30?1 位ですね。長瀬 C でのプレー、まあ、全チームからも入れます11年プレーしてる11年、はい、ということですよね、はい、彼は、まあ、ここ数年は出番があまりなかったというのも、南葛 SC の強化プランに基づいて元 J リーグの選手ですとか、ね、あの名門大学で J リーグに、ね、いっぱい行くような大学から入ってきた選手もいる中で出番がない数年間もあった。しかしこの3部から始まった南葛の物語、一部まで持ち上げてきた中心選手、背番号7番が滝だったわけですよね。そうですね、はい、我々ファンも滝滝滝と応援しながら、はい、そしてキャプテン翼にはね、滝くんというキャラクターも、はい、ね、登場いたします。そういうのに乗せて、すごい彼がちょっとずつこう大人になっていく姿を我々もずっと応援させていただいてた。しかし彼は出番がない中でも頑張り続けてたわけですよね、ここ数年も。そうですね、やめずにね、はい、そしていつか来る出番を待って、そしてすごい手短で、これ裏も頑張りながらしてゆっくり遊んださんとともに、ね、はい、これは本当俺今喋ってても泣きそうですけども61分11同点、はい、出番が訪れます。滝口大輔入ってまいりました。これでもやっぱり新しく南葛に入ってきた選手たちも分かってるんですね、みんなね。そんな雰囲気画面からも伝わってきました。滝口頼むぞと。そうです ね、 ね、はい、トリーグ優勝した時も、ね、滝をちゃんと表彰台に呼んで賞状もらわしてたりあったじゃないですか、はい、なんかそういう空気も分かってたんで、あ、滝ここで頑張ってほしいな。61分投入、そして63分早くもチャンスが訪れる。スローインからでしたよね、ヘディングスラッシュしたボール、三原の左のサイドの、左足のキックの、あ、そうでしたね、から宮沢がそらして、うん、それを滝口が決めたっていうことですね。63分にファーストタッチ、はい、滝口大輔選手が蹴り込んだボールがゴール、はい、このまま決勝点となるわけです、はい、そしてそのゴールを滝口選手がね、ものすごいガッツポーズを見せて、本当に歓喜の輪がね
心からの選手たちの歓喜の輪ができた、もう画像で見てたそこで涙したファンの方も多いと思うんですよね。そして僕それ後から知ったんですけど、別角度からの写真が残ってまして、滝が決めてすぐに走ってった先というのがベンチでもなく、はいはい、浅田さんがいる場所だったんですね。そうですね、反対側のね、反対側のスタンドの応援席の方に我々いますので、長い団結石をね支えてきた二人が抱き合う姿、そこに周りに輪ができてたっていうの、後からした時に僕も本当もう一回泣いちゃいましたね。あれはね、いいお話でございましたし、浅田さん、はい、いろいろこれ浅田さんに聞くと浅田さんも泣いちゃいそうですよね。そうですね、こんなおまけじゃないですけど、こんな最後に昇格に花を添えてくれる素晴らしい、いや、ね、本当ですね、イチゴが乗った最後、はい、どんなドラマがあるのかなと、はい、毎試合毎試合思ってますけども、はい、まさかねこんなドラマがあるとは思ってないような、うんうん、本当にまあとんでもないシーンですね。なんか ZC のなんかこう一つになって強い理由が分かったようなね、あの輪の出来方、滝よかったな、滝よかったな、滝ありがとうって、滝がいたからっていう、こう旧チームと新チームをこう、はあ、つなぐようにおっしゃる通りですね。やっぱりあのまあ、今回ベンチ決勝戦はちょっと体の疲労などもありまして、はいはい、スタートで出てる選手のちょっとあの怪我もあったりとかいろいろあったもんですから、はいはい、決勝戦に関してはちょっとそのスタートで出てる選手がベンチ外っていう形になって、はい、ベンチ外からスタンドでこう出てる選手を本当に応援してましたけども、はい、やっぱりあの本当にみんな選手に対してもう熱い激励をしてましたし、うんうん、ワンプレーワンプレーに対して本当に拍手して、はいはい、相手のラフプレーに対しては本当にもうね、抗議もしましたし、うん、けどその中で本当にこうチームをここまでこう支えてきたと、まあ、チームをこう なんて言えばいいのか分かんないですけど、うん、でも滝がこう頑張り続けてるということが、うん、なんかそうなんですよ、いろんな支えになって、はい、南葛 AC は別なチームになってないんだと。そうですね、続いてるんだずっとと。いや、そうなんですよ、ね、そこが本当にこう 回、ね、今大会今年度、はい、これまでもう全部の本当にシーンがあのゴールに、うん、あの右足に、いや、全てがこもってた気がしますね。そうですね、はい、それで、まあ、カリスマ選手ですよ、レジェンドたちと、まあ、あえて言いますけれども、はい、もう中津市のね J リーグ経験者も滝君のこと本当好きでリスペクトしてるっていうのも伝わってきたし、そうです ね、なんだろう、何よりも喜んでたし、いや本当みんなで行こうぜっていう感じじゃなくて、うん、滝がゴール決めた瞬間に本当もう全選手が、いやいや、ベンチ外の選手がみんなで駆け寄りましたんで、だからベンチもベンチ外も含めてスタッフさん含めて全部がなんか一つになってた、あ、これチームやっぱ強い理由が、あ、分かったなっていうのが非常に、ね、本当ですね、もうそれが一番。負傷中の石井健吾選手もねツイッターでつぶやいてました、決勝戦何より嬉しかったのは、はい、はい、子さんの最古さんの滝が決勝ゴールを決めたこと、うん、今シーズンなかなか出場機会に恵まれませんでしたが腐らずにチームのために黙々と練習に励んでいた、はい、滝のいろいろな思いや過去に在籍した選手やスタッフの思いが詰まっているように感じる、そんなゴールでしたと、これは J リーグで活躍してきたね石井健吾選手がこうやって言うという素晴らしいチームですよ。いやもう言葉ないです。いや本当ですよね、はい、終わりましたということで、浅田さん、はい、そんな、今日の気持ちをね最後曲に込めてまた来週につなぎましょう。というわけで関東リーグ昇格おめでとうございますということで、最後に曲をお送りしましょう。浅田さん、オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。いやー、浅田さんいいじゃないですか。どんなお気持ちで今日はこの選曲を、はい、これはですね、実はこの準決勝が始まる前までの期間で、はいはい、まあ、この番組にも出て出演してもらった大園マネージャーと一緒に、まあ、選手をなんだろう緊張せずに、はい、頑張れっていう気持ちになれるようにモチベーションビデオを、うん、あ、なるほど、はいはいはい、でそこの中に使わせていただいた曲がこの曲で、はい、そういう思いでみんなで見てね、心を一つにしてここまで来た、はい、ね、ここの先も頑張っていこう、この一戦に全てをかけようっていう思いがこの曲にこもってたと、はい、そして見事勝利をつかんで、準決勝勝利して関東リーグ昇格決定、そして決勝素晴らしいドラマもついてきました。これは今後の南葛 AC にとっても大きな一つの財産になるんじゃないかなと。そして何間違いないです、といっても我々ファンの間の語り草になってね、10年先も20年先もこの酒が飲めるんじゃないかなと思ってます、ね、はい、今後とも一つ南葛 AC の応援よろしくお願いしますということでございます。
まあ語り尽くせないこの喜びなんでね、裏頑張れなんかって、そうですね、ポッドキャストの方で、はいはい、ゆっくりとそちらで、はい、ウェブの方でね探していただきたいなと思っております、はい、ありがとうございます。いや、私たちは皆様のブレーンでありたい。店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕大盤プリントのことなら何でも任せ、合同会社インクマニア、北海道と南下とつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社インクの提供でお送りしました。ということで今日もメールありがとうございました。浅田さん、それではありがとうございます。関東リーグ昇格、どんなリーグ戦になっていくのかという未来の話はまた来週ということでございます、はい、シーズンオフもゆっくり毎週お送りしていきますし、ね、ゲストも来るかもしれません。来るでしょう、はい、店主の皆さん待ってます、はい、ということでありがとうございます。では来週も聞いてください。来週も頑張れ、南下 SC。